Wakey, wakey. It's morning again, and she's getting ready to seize the day. But she doesn't need coffee or an energy drink. The only thing she needs? The power of straws. She doesn't care about the money, the fast cars, or the rich hotels. 24/7, 365, she's only got the one thing on her mind. And why is that, you ask? Because I'm Straw Maestro. This is me. You see, I'm the life of the party. But I was nothing until I met Straws. We met in the Philippines. Now I have over 1,000 straws in my collection. Crazy, right? Who knew that straws would be my soulmate? You know what? Let's make a bet. After this video, I know straws will become your soulmate too. Are you ready for a whole new world? What a magnificent creature. Nothing is more perfect than the beauty of nature. Until plastic destroyed it, right? It's always the last straw that breaks the turtle's back. And seeing these innocent turtles suffocating on plastic was tragic. Coffee shops began banning the straw, dividing the world between us. Almost overnight, straws became the enemy of mankind. But is that fair? Is this justice? Maybe the problem isn't straws themselves. Maybe it's us. 海のプラスチックゴミ問題、数年前から日本でもね、いろんなことが言われ始めたかなというふうに思うんですけれども、世界全体でいうと年間で800万トンのプラスチックゴミっていうのが海に流れ出ていて、まあ、それは本当にいろんな種類のプラスチックのゴミで、まあ、実際どんな影響があるのって話でいうと、海洋哺乳類っていうと年間に10万トンとか、海鳥でいうと年間に100万羽っていう量のね、動物の命っていうのがプラスチックゴミによって失われていたりっていう現状もあって、で本当にいろんな種類のプラスチックゴミっていうのはあるんだけど、よくビッグ4なんていう言い方をして、ビニール袋とかカップとかペットボトルと並んでストローっていうのも大きなダメージがあるってことは言われてます。そもそもプラスチックが悪いとは全く思ってなくて、昔はやっぱりその他の素材が環境に悪かったりとか、他の意味で不利があったような素材があったからこそプラスチックに変えたっていう流れがあるので、もちろんプラスチックのメリットは軽かったりとか丈夫であったりとか、今までガラス瓶で運んでいた飲み物、そのまあ輸送する時の重さを削減するためにプラスチックに変わったりとか、それなりに環境とか他のものを考えて移行したので、今ただ流れで他のものも出てきたし、残念ながらプラスチックがすごい環境に負荷を与えるということを分かってきたから悪っていう形でこう悪く見立てているけど、でも本来はいい意味でそっちに変わったので、それを全否定するっていうよりは他の選択肢もあるっていうこと、それを伝えつつ、まあ、選ぶのは消費者とか、まあ、ビジネスがちゃんと選べるっていう環境を作るのが、まあ、まずは大事なのかなって思う。ストローってなんだろうと思ってね、考えてみると、ストローって麦わらのことだなと思ってね、うんうんうん、ストローって別に飲むためのストローだけじゃなくてね、ストローハットとかも言うしね、麦わら帽子のことはね、だからこのライ麦、これ背の高いのはライ麦っていう麦なんですけど、2メートルぐらい、そうだからこれはストロー用に育てようというふうにストロー用、そう考えて、育ててる。なんでかっていうと、要はこの
麦の茎の部分がストローになるんで、その部分がなるべく長ければ、そう長ければ長い、そう長いほどたくさんのストローが作れるよねっていう。これが、うん、あの畑にあった麦わらを乾燥したものですね、うんうん、そうするとこういう色になるね。さっきの色からまた変わって、でもこれをストローにしていくわけですけど、うん、ここに節と節があるんで、はいはい、この間がストローになるんで、うん、こうカットする。すごい、これ結構太いですね。乾燥してるとペリペリ、うん、そうで皮がなんか皮が、うん、でこれでもうストローですね。あーすごい。で実際これは出荷する前に煮沸消毒して乾燥させて天日干しして、うん、パッケージして出荷。うーん、じゃあまだこれだけじゃない。そうですね、うん、はい、うん、いや大変ですよ。一個一個作るのってすごいやっぱ手間がかかってますよね。まあ一番いいのは買うより自分で作るのが一番いいと思いますよね、うん、サトウキビストローは、サトウキビの残砂を使って、作っているストローになります。残砂とは砂糖を正当化した際に残る残りの植物の部分のところで、そちらをアップサイクルさせているものになります。それを国内では、お店で使っていただいた後堆肥化させるというのを大きな会社としては力を入れていることになります。うわ、これすごい量ですね。全部サトウキビストローです。そうです、サトウキビストローです。全体で何本ぐらいある？だいたいこれで2万本分ぐらいだと思います。2万本だと店舗で言うとかで言うとだいたい4店舗の1ヶ月分ぐらいかなと。1ヶ月でこれぐらいの量使う。そうなんです、まあ、このサトウキビストローっていうものを、うん、まあ、紐解いておくと、まあ、そもそもがやっぱこの地面から生まれているサトウキビとでんぷんとで出来上がっているものなので、うん、なんかその土にからもらってきた恩恵をまた土に返すっていうのは、うん、まあ、なんか感覚としてはあんまり不思議なことじゃないんじゃないかなと思います、うんうんうん、そうですよね。それで私たちが使ったストローがここまでで回収されてきて、でこう土に返っていくっていうところまでのサイクルがこうコンポストっていう風に言うっていうのを聞いたことあるんですけど、じゃあこれからコンポストをご案内しに行きます。では皆さんご一緒に、えいえいおー、じゃあ行きます。はいはい、よいしょ、気をつけてくださいね、結構落ちちゃうことあるんで。じゃあ行きますね。こちらが今堆肥化している土になります。よく、堆肥化って土の料理っていうんですけど、納豆とかお酒を作る過程のように発酵の力を使って、土を作っています。わ、あったかい。中の方がすごくあったかくなってます。すごいあったかいですね。結構湯気とかも出てて、ここにさっきの使い終わったサトウキビストローを入れて分解していく。そうですね、うんうん、微生物の力を使って、まあ、有機物とかそういったサトウキビのストローを分解したり、うんうん、あとは種子とか菌っていうものを死滅させて良質な堆肥を作っていくという、ストローを堆肥化していくっていうことがゴールではなくって、ここで良質な堆肥をしっかり作ってあげることで、その土を使ったいいお野菜ができて、それが飲食店でまた美味しく料理されていく、循環していくっていう。そうですね、そこがまさに理想だと思ってますし、その大きな循環の中にサトウキビストローっていうのがただ燃やされるだけでもなく、ただ土にするだけでもなく、しっかり循環していく、次の人に適切に渡していくっていうことが大事なんだなと思ってます。なので今後こういう仕組みを今はここだけでやってますけど、いろんなところで実施できるようにして日本全体に広げていくっていうことができればなと思ってます。いやyou
こう草ストローってこうウサギとかヤギとかペットが食べれるってめちゃくちゃ面白いなと思って、はいはいはい、そうですね、まあ、草ストローの特徴として完全生分解性で無農薬無添加で栽培してるんで、うん、もちろんその動物にも食べてもらえるし、うん、あとはまあその道端の草木と同じように土に返すこともできるっていうのは、うん、まあ、草ストローならではじゃないかなとは思います。なるほどね。紙ストローより耐久性に優れてるっていう特徴はあって、うんうん、まあ、その最初結構乾燥させてるんでパリッと割れてしまうんですけど、うんうんうん、このように水を含むとこういうふうに潰しても割れないようになって耐久性が増してくるんで、うんうん、それはすごい、まあ、植物ならではの特徴だなと思います。すごい。ちょっと前からそのプラスチックのストローから他の素材に変えたいなというのは、うん、考えていまして、うんうん、そしてあの SNS で、うんうん、あの草ストローの存在を知って、うんうん、ぜひ一度試してみたいなと思いました。あ、そうなんですね。実際にこう使い始めてみてお客さんの反応だったりとかはありました？大人も子供もやはりこう、うんうん、子供の感覚に戻るような、いい、特にあのお子様は感性がみずみずしいので、うん、あの一本一本色が違うとか、すごい、あの喜んで使っているのが嬉しいです。栽培しているのが、うんうん、ベトナムのホーチミンという都市部から3、4時間バイクで離れた、うん、まあ、農村なんですけど、うんうん、そこで草を栽培しているので、そこの雇用創出にもつながっているっていうところ、うん、消費者の方に実際に使っていただいて、どんなこのストローにストーリー性とか背景があるのかっていうのを知ってもらえるのはすごい嬉しいなと思います。 Can you believe it? All this time the world braves straws, but there's actually so many diversity, from wheat to sugarcane to grass. It's a whole new world of straws. But how do I tell the world? Everyone thinks the straws are wasteful.What can I do to change it? I got it. Why don't we eat them?今までアメ細工って自己表現のアイテムとして使ってたので、うんうんうん、食べられるストローにするなんて発想は全くなかったですし、うんうんうん、その技術が環境問題だとか、そのプラスチックストローもったいないよねとかって問題にこういった形で役立つなんて思ってなかったので、僕としてもすごい嬉しい気持ちになりました。いや、最近本当に多くの方に、ね、手に取ってもらってるっていうのもあるんですけど、メディアにもすごい取り上げてもらって、うん、あのフワちゃんが吸ってくれてましたよねこの間 ね、あの時の反響本当にすごかった、ね、すごかったですよね。やっぱりそういう人が触れるっていうのが知ってもらうきっかけにもなるし、あの若い子たちが多分知ってくれたんですよ、あれきっかけに。すごい嬉しいですよね。本当にやっぱりその今 SDGs とかっていうのとかで、まあ、いろんなテレビとかでもあのそういう特集とか組んでるっていう中の一つで取り上げていただくこともあるし、まあ、こういった形でタレントさんとかが使ってくれるともっとより多くの人にストロー興味を持ってもらえるっていうのはめちゃくちゃいいなと思って。食べますか？食べてみていいですか？はい、うん、このパリパリも美味しいですよね。美味しい、うん、かわいい、これ透明で、ね、うん。You know, straws are just like us.
There are so many shapes and colors, and all of them are wonderful. Your perfect straw, your soulmate, is waiting for you. It takes you to a place where you can choose what you love. Straws can open our horizon and connect us to new opportunities. We can step and slip into a new world. Oh, I have to tell him. マイストローを持ち歩くことが、環境問題を解決するわけではないけど、それを使っている自分、何かアクションを起こしている自分の、きっかけでもあるし、こう環境問題とか自分のアクションへの入り口としてのアイテム。環境問題とかって言われてね、すごい大きいなってなるけど、ある意味その問題に自分もこうつながっている、加担してるっていうよりはつながっている、要はある意味解決にも参加ができるしっていうことが、本当にいろんな問題がある中でストローってその考える入り口というかきっかけになりやすいアイテムだっていうふうに思ってるし、大きな問題なんだけど、みんなでやんなきゃいけないこととかもあるけど、でもみんなが同じようにやろうってことじゃなくて、やっぱその人その人に合ったやり方とかってことがあると思うし、そういったものを見つけていく中で、それって多分自分にも心地いいというか、普段の生活の中でってことになっていくのかなっていうふうには自分も思ったりするかな。僕にとってストローとはあくまでもやっぱり器具でしかないと思っていて、そこからみんながどう考えるか、そこがストローの始まりだと思ってます。僕はストローを使って街を作りたいと思って始めました。皆さんは今後ストローを使ってどのような未来を作りたいと思っていますか？ This is straw. So what did you think? And straw is amazingSometimes we limit our possibilities due to the unknowing. But the world is so big. We can expand our horizon. All of us together, straws, you, me, and the world, we are all interconnected in this galaxy. I know that for sure. Never forget the straws are on your side.Waiting to give you a new chance. Life begins with the sparkle in your eyes. Step and step into a new world.